国産牛ステーキ丼のお店はしばみやってきました。掛川牛、三ヶ日牛、すごいね。ここなんか工場の跡地みたいな感じの建物だけど、もうオープン前なのにね、すごい行列。まだね11時前ですけどね、すごい行列。中でも相当待ってます、お客さんが。整理券取ってきましたけど、今整理券がね、11時10分前で6番目でした。はい、別の角度から行列、これみんな待ってます。ああ、まだ車がどんどん入ってきますね。足踏みの発券システム、ただいま3組待ち。何食べよう、国産牛ステーキ丼、おろしポン酢ステーキ定食、国産牛 100% ハンバーグ、国産牛ステーキ丼&100% 牛ハンバーグは、はい、ハンバーグが別でついてくるってこと。そうですね。味噌汁、サラダはつきません。はい、なのでつけて、プラスしていただければ OK です。はい、つけましょう。はい、はい、ご飯大盛りです。はい。ご用意させていただきますね。はい、お願いします。お待たせしました。ご飯のステーキ丼とハンバーグのセットと、はい、サラダと味噌汁です。はい。ハンバーグは後からお持ちします。はい、わかりました。こちらのステーキ丼はお召し上がりいただいたことは初めてです。はい、ありがとうございます。はい、無添加のお醤油で作った自家製のタレがかかっております。はい、まずはそのままお召し上がりください。はい、こちらにリガリットチップと同じ自家製のタレをご用意してありますので、はい、こちらはお好みでお願いします。はい、ありがとうございます。すごいな、これ。美味しそうだな。いただきます。これサラダかな？コールスローサラダだね。サラダかな？優しい味だね。そして味噌汁。やばい。味噌汁美味しすぎて一気に飲んじゃいそうだった。漬物。ローストビーフはスプーンで食べるのかな？美味しいよ。バリクソうまい。はい。はい、ありがとうございます。ハンバーグも来た。ハンバーグ何で食べるの？ハンバーグのスプーンか。ステーキ丼って言ったね。めっちゃ美味しいじゃん、これ。ハンバーグはお箸で切れる。しかも中身が赤い。さすが牛 100% ハンバーグだね。さあいただきましょう。なるほどね、ちょっと優しい味だね。ちょっと塩かけてみようかな。え、ちょっとね、ちょっと優しすぎて、すごい美味しいです。このステーキ丼がやばいね。みんなステーキ丼頼んでるもんね。まあみんなステーキ丼を頼んでるから、ここはもうステーキ丼が一押しだと思います。本当美味しい。このデミグラスソースね、かけて食べたいぐらいだけどやめときます。すごいね、ボリュームがすごい。ハンバーグ頼んでご飯大盛りにしたら食べきれない。これ男の人でもね大変だね、量が多くて。これは流行るわ。おい、外にね20人ぐらい待ってる。食べた。ごちそうさまでした。本当に美味しかった。本日の会計3330円。すごいね、まだねいっぱい待ってる。国産牛ステーキ丼のお店はしばみからでした。はい、バイバーイ。